宗谷さん遅いわね。とんでもない情報が手に入ったっていうのに。ソーリー、お待たせしました。アンド先生、今日はもしかすると桜花会にとっても重要な日になるかもしれないでしょ。なら監督にも同席していただくべきかと思って。イエス、私は桜花会の監督兼顧問、すなわち桜花会の一員です。あなたたちと観覧深紅を共にする覚悟はすでにできています。おー、勝手に敵にしてごめんなさい。 What? 精鋭だけを集めた中学生チーム？そうよ。今年の全国中等学校優勝野球大会で目をつけた選手を招集してね。プロ野球団を主催する会社が支援を？次の世代の野球選手を育てるための養成機関らしいんです。でもどうして朝霞中がそのチームと？実は朝霞中の野球部からもそのチームには何名か選抜されていたそうなんです。朝霞中からもね。準優勝までしたチームですものね。でも彼らそれを断ったらしいわ。今のチームメイトと野球がしたいからって。そしたらいきなり試合を申し込まれて。なるほどな。見せしめに潰されたというわけだな。そうなるわね。あきこさんは岩崎さんと連絡は取れたのかしら？ええ、岩崎はただ一言、見えないんだとだけ。見えない？何のことだろう。皆さん、実はお願いがあるのだけれど、うんと言ってくださらないかしら。まず内容を話すものじゃなくて。話す前にうんと言ってくださらないといけないわ。あれ、どこかで聞き覚えのあるセリフ。わかったわ。朝霞中の仇を打つのね。え、ああ、やっぱり。やっぱりとはどういうことですの？もう、私あきこさんの考えていることは全部お見通しなんだよ。こんねさん、だから私の答えも決まっているの。じゃあ、歌おう、朝霞中の仇。ねえみんなどうかしら。昨日の敵は今日の友か。悪くないな。相手は全国から選抜された日本で一番強いチーム。でもそのチームに勝てば間接的に朝霞中に勝ったことにもなるわね。そんなにうまくいくかしら。そりゃあ私たち朝霞中に負けたけど絶対に勝ち目がないわけではないと思うの。イエス、小梅の言う通り、勝負はやってみないとわからないものです。よーし、鈴川さん、私じゃんじゃんホームラン打つからね。頑張りましょうね、トモエさん。みんな、これは私たちにとっても屈辱戦よ。姉さん、それを言うなら雪辱戦でしょ。そう、それよね。またみんなで力を合わせて頑張りましょう。はい、トモエお姉様、私も頑張ります。はいはい、分かったわよ。さあ、アキコさん、桜花会一人も欠けずに戦えるわ。え、ありがとう皆さん。アナ先生、オーライ、試合の段取りは全て私に任せてください。いいですか、あなた方は朝霞中学戦でまた一つ成長しています。その力存分に発揮してください。はい。じゃあこれから相手チームの情報を伝えるわ。名前はアース野球団。アース、英語で地球という意味ね。中学選抜とはいえ随分と大げさな名前だな。なんでも超中学生級の選手を重点的に集めたらしくて。川島さん、ついに私の計画が日の目を見るわ。朝霞中との試合では試せなかった人体強化計画をついに実践する時が来たのよ。なんだと？人体強化？そう、私たちがアース野球団に勝つにはそれしか方法がないわ。それしか？本当に？お黙り。この作戦参謀川島ノエが信用できないと。よろしい。さて、まずは筋力の増強からね。かねてから実験していた川島式筋力強化。あ、
小雪、川島の首が締まってるぞ。さあ、話を続けましょう。こうして、桜花会はアースヤ球団と試合をすることになりました。試合が決まるまでには、あれやこれや、紆余曲折もありましたが、それはまた別のお話。そして、あっという間に、試合当日です。ミスター川島、本日は試合を受けていただき、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、女学生チームと女性監督など、そうそうお目にかかれませんからな。こちらこそ、元服元服。今日はお手柔らかに頼みますよ、先生。では、失礼。結局、そういう目で見られてしまいますのね。大丈夫、試合で見返してやろうよ。朝霞中も最後には認めてくれたんですものね。そうだ、我々はいつも通り桜花会のプレイをすればいいんだ。ええ、あの方に私たちの意地を見せつけて差し上げましょう。皆さん、参りますわよ。はい。川島監督、相手が女子だなんて。そうです監督、そんな話は。すまん、つい俺は今猛烈に感動している。可憐だ。え、花笠、俺は親父の猛特訓に耐え野球を続けてきた甲斐があった。星君、わかるぞ、わかる。そうか、喜んでくれているならよかった。うん、よろしくお願いします。私たちの先行だよ、コチョウちゃん、当てていこう。コチョウちゃん、作戦は変更なしよ。はい。星井君、あの梅の髪留めをしている女子、僕と君が取り合った永遠のマドンナ、ハルコさんにそっくりだ。しかし勝負は勝負。それを聞いて安心したよ。この切なくも甘い気持ちは二人の心の底にしまっておこうじゃないか。